梅澤和樹です。現代美術家です。デジタルコラージュと絵画を融合したような作品を日々作っています。ここがいつも僕が使ってるアトリエで、まあ、あの実家なんですよね。で実家の1階をアトリエとして使ってもらってて、昔両親があのずっと絵画教室をやってまして、まあ、今もやってないんですけど、そこの跡地をまあアトリエとして使わせてもらってます。まあ、基本的にはここで本当にずっと一人でちまちま制作をしていますね。はい。まあ、ちょうど今新しく作ろうとしてる絵がいくつかあって、これからまあ描こうかなみたいな感じです。まあ、これ印刷済みのやつがあるわけですけど、それをここら辺かなってやつになんかこう、まあ、とにかくこう滑らすようになんかやっていくと、キャラクターっていうものが、まあ、データとして存在していないものとしてあるとして、それをこう、まあ、印刷して仮想的に存在するものとして、まあ、成立させた上で、まあ、さらにその身体を持っている実体のある自分がなぞることによって、まるでそのキャラクターたちと一体化するような、このまたこの描いているというなんかキャラクターをなぞってるんですよね。そのなぞってることでこうなんかまるで自分が一体感を感じているかのように錯覚する、その行為がちょっと、まあ、テンション上がるというか興奮するというか、その作業の常を、まあ、永遠にやってるうちに何か作品が完成していくみたいな感じです。そうですね、中学生ぐらいの時から、だから本当もう24年ぐらいやってて、まあ当時はね、何か全然何かまあ手つきもおぼつかなかったですけどね、なんかずっとやってるうちにやっぱまあまあ上達していって、でもなんかそこで得ている何らかのセンスやこうスピード感というか、なんかそれが作品にも反映されるんじゃないかという、指先なんですよ。指先で支えてる、指先でクリックをする、指先で物を描くという、まあ、絵はね、あの腕とか肩も使いますけど、僕はね結構指先のこうちまちまとしたこう気持ち悪いかすかな動きをなんか重ねていくみたいな表現をこう愛する傾向にありまして、ゲームとかのその指先の動きのリアリティを極めていった、そのリアリティが、その身体性が絵に、画面になんかちょっと変な影響を与えるじゃないかなっていう希望的観測がありまして、まあ、割とそういうものを信じて制作とゲームを同じぐらい一生懸命やってますね。でも森久保ののこのポーズのこのフィギュアが出たら、もう買わないって選択肢はなくなっちゃうんですよね。自分が好きなキャラだから。まあこういうフィギュアね持ってると、なんかいかにもオタクって感じですけど、オタクであることっていうのを、まあ、なんか多くのオタクがそうであるように最初はすごい毛嫌いしていて、まあ、なんか普通にダサいし、そういうのはまあ自分は違うなみたいなことを思ってたんですけど、まあ、今はなんかオタクじゃないとか、なんかインターネット好き嫌いとか、まあ、わざわざ言う感じでもないというかね、なんかまあでもある種のまあ先行世代の例になるんだとしたら、そういうことを言っておこうはっきりと言っていくことももしかしたら重要なのかなみたいな気持ちもあってですね、まあだから自分もオタクですと最近は結構言うようにはしてます、ね。